アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、2020年始まってますが、2回目の動画の投稿になってると思うんですが、はい、ガチャいきましょうか。ちょっとためらってたやつがあるんですけど、これですね。チケット3枚溜まってるんで50連ぶっ放そうと思ったんですけど、いわ、なんだろう、闇ガチャの調子が悪かったので、ここでちょっと景気よくいきたいなと思ってます。チケット3枚溜まってるんでね、もう5個溜まるの待ってられないんで、もう3枚ぶっ放しちゃいます。はーい、ぶっ放します。3枚ぶっ放させてください。なんだろう、シンクロ入ってるんですかね。入ってないっすね。でここでちょっとなんだろう、シリーズチェーンのモグのベル当てたいっすね。入ってるのかな、シリーズチェーン。ちょっとそれだけ見たいかなと思うんですけど、まあ、それをどうしても使いたいかっていうと、なんだろう、まあでも使いたいか、使いたいんですよね。それによってたまったチケットを6で回さなくて良くなるっていうか、なんだろう、ドリームとかでも6のやつをピンポイントで回収していきたいなっていうのがあるんで、できれば回収できないシリーズチェーン、ここで回収したいと思います。なので闇ガチャで、闇ガチャでなんだろう、前々回の動画、まあ、チェーンは出てたんでね、持ってるチェーンじゃないチェーンが出てほしいですね。やっぱりできればシリーズチェーン、これちょっとモグのベルは全然こう入ってるのかな、一応入ってるかだけ確認したいですね。あ、でもあれですね、この辺リュックさんの覚醒とかも欲しいですね。ちょっとグラフィックは分かんないんですけど、まあ、覚醒で欲しいので言ったらリュックさん、ルールーさん、その辺はちょっと欲しいですね。ティーダさんも10はちょっと強化したいなというのはあるんですけど、あ、この辺7ですねってわけでもないのか。ヌンチャクとかも見てわかんないのが結構多いな。あ、プリズムロット6、違うな、これは持ってるやつだな。シルキーなんとかみたいなやつが超絶3だったと思うんですけど、入ってないのかな、入ってないっぽいっすよね多分。全部超絶の新しいのが入ってるわけじゃないのか。じゃあ見ても分かんないのが多い、大半が分かんないからな。まあ、あのエースの覚醒とか聞きたいですね。エースのシリーズチェーンなんとかゲットできたんで、うん、それもゲットしたいかなっていうのはありますね。あと手に入るなら何ですかね、プロシェルヘイスガの未所持のやつ、もしこれプロシェルヘイスガ入ってるんなら手に入れたいところではあるんですけど、入ってるんですかね、その新しい系のものは。てかモーグリの笛入ってないのかな、ベル。あ、モグのゾーン来た。モグのゾーンというかモグのティンパニーか、これは持ってるな。あ、ルーンベル入ってますね。 OK、 ルーンベルだ。そう、青いリボンがついてるベル、これですね、ルーンベル。僕青好きなんですよ。ボンボクラー、ここで荷物整理しろと、断捨離ちゃんとしとけよということですね。2020年、ちょっと幸先大丈夫かな、ちょっと待ってください。とりあえずこれをまずいいですか。 OK、 ちょっとここ景気よくいきたいっすわ。ここ景気よくいかせてください。ちょ、50連まで待てなかったです。あ、まだだね。とりあえずこれモグの音楽にしてるんでね、とりあえずこの辺全部ちょっといらないんで、よろしくどうぞしときます。この辺ちょっとよろしくどうぞして、 OK、まあ、モグの音楽聞いたんで景気よくモグ出てくれるでしょう。まあ、星61個確定なんでね、これ結構調子いいんじゃないでしょうか。まあ、確定分以外で数欲しいですね、こういうの。ではお願いします。2020年ホロイムワン爆竹コーン1個だけ、いい1個だけでーす。まあ、あの量より質で、まあ、ピンポイント狙いのベル出てくれたら最高っすね。今年なんかいい鈴の音鳴らしていきたい感じっすね。じゃあ行ってみましょうか。1個目、モグちゃん、ベル、
ホロイムは、あーこれ持ってるな絶対、サイファーさんかなんかじゃないんでしょうか、これ持ってるでしょ絶対持ってる。スコールさんのブレイブかな、あ炎の方、あブレイブでしたね。はい、一発目かぶりですね。ではもう一回回しましょうか。うわちょっと1個だと結構あれだな、へこむな。じゃあお願いします、2回目のチャレンジ。ホロイムは数でお願いします、数。ボンボクラー調子悪いな、まあ質より量で、まあ、かぶりはちょっと勘弁してほしいですね。せめてスコールさん未生児で欲しいですね。だったらルールの覚醒とか欲しいっす、氷なら。本アルフィノ、いや持ってるやつだし、ふざけんなよ、ボンボクラー。じゃあもう一回いきましょうか、これ今年かぶる予感しかしないんじゃないでしょうか、これ。じゃあ最後に夢見させてくれ、レッツゴー。これもボンボクラ1個かよ、調子悪いな。ちょっと年末から年明けでもう調子悪すぎるんですけど、これやばくないですか。まあ最後ベル出てくれれば許します。モグちゃんカモン、怪しいな、怪しいぞこれ。お覚醒きた、アグリアスだ、しかもいいじゃないですか、アグリアス覚醒きた、アグリアス覚醒きた、ありがとうございます。これでまあまあまあ覚醒きたからまだいいですね。まさか覚醒来るとは思わなかったですね。まあこれ当たりですね、完全当たりですね。しかも今タクティクス始まってますもんね。ちょっとタクティクスメンバー組み直していいですか、最後なんで。ちょっとタクティクスちょうどあれだ、メンバー組み直してたのか、呼び出そう。うわオベリエちゃん結構強化したいんですよね。アルマは抜かしたいんですよ。うわまさかここに覚醒が入るとは。アグリアスちゃんがなんかめちゃくちゃ強くなってる、悪くないんじゃないですか。アグリアスちゃんちょっとあれだな、アビがないな、アビがないっすね。結局オルランドゥパイセンがあれですからね。これでも戦技って使わないんだよな。まあ緊急事態用にバースト持っていきましょうか。オベリアちゃんね、オベリアちゃんの覚醒ちょっと欲しいかなっていうのはですね、ブレちゃん結構好きなんですよ。攻撃できるのがいいんですよね。バーストちょっと緊急事態用に持っていきましょうか。クロシェルヘイスが欲しいですね、オベリアちゃんの。やっぱりそうなると、そうですね、タクティクスのあれ始まってますもんね、絶務。それ用で新しくちょそろそろやろうかなとは思ったんで、誰入れるのが一番いいのかな。そういえばこいつも、あこいつじゃないか、あディリーター、あディリーターでしたっけ、違うな、マラークだ、超絶かなんか出ましたよね。あ超絶出たけどこれ他持ってないのか、魔法攻撃タイプなんだ。まあでも聖だからな、タクティクスだと聖なんですよね。僕聖で動けるやつっているのかな。超絶なんか持ってる、魔法回復タイプなのか、厳しいな。
物理補助タイプ、 C ダウンなのね。マーシュ、なるほど、物理攻撃タイプ。ナイタービの取り合いですね。結局ラファタンは、ラファタンは超絶持ってるけど魔法か、魔法はいいんだけど、ちょっとですね、ガフガリオ超絶ですね。ブレイブ、もう闇か。正解がわからない。アルマちゃんのポジションが空いてるな。何も持ってないな。何が得意なんだろう。超絶だとなんか、なんかすごいな。アセアンだなんとか。マテじゃないのか。魔法剣使えるのはすごい嬉しいんだけど、ホーリー剣とか出たらあれですね、ディリーター使いたいかもしれないですね。でも覚醒が出てないんです、出てないんですね。オバフロ奥義は、あの精入ってるな。ラムザの幼馴染か。いつか輝く時も来るかもしれない。今回はアグリアスちゃんの覚醒だったので、アグリアスちゃんちょっとご褒美あげたいかもしれないですね。いいね。ちょっとアグリアスちゃん見てみましょうか。まずは結晶水のプレゼント、アグリアスちゃん。力、力上げていきましょう。アグリアスちゃんのレコードダイブ状況をちょっとチェックワンツーしてもいいでしょうか。覚醒持ちなんでね、もうちょっと輝かせたいかなと思ってます。アグリアスちゃん覚醒が選べるとき結構アグリアスちゃんも悩んだ時期あるんですよね。お、レコードダイブ解放。専用アビ持ってないのかな。専用アビはないか。なくなっちゃう。なるほどです。アグリアスちゃんレコードダイブ。そうっすね。まだでもオルランド先輩の方が先かな。これを解放するのは。あ、専用アビがある。聖闇地、聖闇地なのか。5回連続。なるほど、シンクロ持ってたらこれメインウェポンにしてでもいいかもしれないですね。でアグリアスちゃんに持たせてもいいかなっていうのはあるっすけどね。なるほど、ちょっとあれですね、オルランドゥ先輩のシンクロ余計欲しくなってきましたね。これはガチャもやってるんでしたっけ、出てるんでしたっけ。ま、あ、出てるんだ。これか、これか、この剣か。あ、ガフガリオン闇か。マーシュ、オベリアちゃんの覚醒欲しいな。え、なにこれ、待機時間なしで味方全体を特大回復プラス踏みとどまる状態にする。一定時間防御力、魔法防御力を&精神大アップ。一定時間自身になんとか覚醒モード、自身の必殺ゲージを1貯める。やばいな。
覚醒使って1溜まっちゃう。シュラビリティ使用回数無限プラス自身のシュラビリティ待機時間短縮、白魔法アビリティ使用するたびに追撃チームの波動やば。これめっちゃ欲しいじゃないですか。アラムザのシリーズチェインだ。オベリアちゃんの超絶待機時間なしで味方全体を注意回復、リジネが一定時間防御力アップ大。いわゆるこれあれっすよね、防御力もアップ。やば、2ターン短縮。オールランドへの、え、これ結構やばいガチだな、そう考えると。あ、オベリアちゃんのこれ欲しい、戦技オールランドの戦技、アグリアスのリミットブレイク、これはどうなんだろう。でもオールランドのシンクロっすよね。オールラ、あ、これガフガリオンが怖いな。これオールランドだけが出ない、出にくいパターン来るんじゃないでしょうかね。これ演出変わった後も怖いですね。うわ、オベリアのでも超覚醒欲しいですね。これいいのいっぱいあるな。ちょっと97だけ やっていいですか。ちょっととりあえず97やらせてください。ちょっと97、ちょっとこれアグリアスちゃんの覚醒データ、その運をここで使っていきたいと思います。うおー揺れた、うおーミラボ出た、うおー、これあれじゃないですか、プロシール性質が違った、超絶だ。うおー、ちょっとちょっとこれいきなり当たりじゃないですか、幸先いいっすね。ちょっと97でやめときます。今回はあのいわゆる無料チケットのあれだったんで、試しに引いてみるもんですね。ちょっと待ってください、オベリアちゃん強化できてしまった。オベリアちゃん超絶3つ持ちになりました。緊急でもあれだよな、これ踏みとどついてないですよね。聖魔法ケアルジャ追撃ホーリー、何でしたっけ、追撃ホーリー、攻撃しながらどうしよう、踏みとど、あ、これが踏みとどついてるのか、大回復踏みとど、これが緊急事態です使うな、こっちの方がいいのかな。リジネがついてる、リアちゃん結構やばいな。超必殺魔法バリアね、これバリアタイプ、あ、プロシェル、プロシェルか、ゲージをでも使うのはきついな。バースト、オベリアちゃんが強くなってく、オベリアちゃんが強くなっていくぞ。これはプロシェルヘイスが欲しいですね。超絶ゲットしたからちょっと欲しいですね。オベリアちゃんにもご褒美あげなきゃだ。ちょっとここは実はちょっとタクティクス50レベルまで上げてるんです。ここ変更でしょう。英雄変更でしょ。オールランド戦闘、あ、3人までいけんのか。アグリアスちゃん、オベリアちゃんで、オベリアちゃんを結晶水でしょ。オベリアちゃん精神でしょ。待ってよ、オベリアちゃんレコードダイブ調子どうなんでしょうか。解放されるのね。専用アビはない、
なんとかホーリーとかあったらどうしようと思ったんですけど、ないですね。スピードだけ上げて、上げたいかな。いいね。そんな感じで、待ってよ。バーストってことは今回の新規の覚醒と捕食戦技回収すればオベリアちゃんは全部揃えられることができる。意外と揃ってるな。ランドゥが新しい戦技2個シンクロか。なるほどです。多分ガチャ引くと思います。この感じで今回メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーファイナルファンタジータクティクスが強化できましたね。オベリアちゃんの覚醒と、オベリアちゃんじゃない、アグリアスちゃんの覚醒とで引いたタクティスクガチャの97でオベリアちゃんの超絶3ゲットできたので、ちょっとタクティクスやっぱこれからやっぱ強化していきたいですね。ちょうどこのヒストリアも今ちょっと鍛えてるところでもあるので、絶務始まっているので、ゲームもまだ実は3クリアしてないので、その辺ちょっとやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。メロージャム TP DJ ソライズでした。ありがとうございます。サンキューマハロー。